危ねえ。あのバス追いかけてください。あ、いいからお願いします。なんだっつんだよ。あのバスジャックされています。何だけど、追いかけてどうする。バスの横につけてください。私に考えがあります。まったくよ。お前の見間違いじゃないのか。いいえ、確かにドクロの怪人がいたんです。彼らの狙いが何なのかは分かりませんが、とにかくこのままバスを追いかけてください。まさかこのバスの行き先。急いでください。シミ、高井戸に電話だ。テレビ5を狙ってたんだ。そんな、あれではきっと乗客全員が。バスをジャックしてこれからどうする。分かっているだろう、爆破テロだ。爆破テロ。そうだ、テレビ5に爆破テロを仕掛ける。それが私たちの目的だ。それじゃあ爆弾は。ここに用意してある。うまくいけばこれで連絡が取れるかもしれません。あ、かかってきました。何か聞こえるか。ちょっと待ってください。バスをジャックしてこれからどうする。分かっているだろう、爆破テロだ。爆破テロ。そうだ、テレビ5に爆破テロを仕掛ける。それが私たちの目的だ。それじゃあ爆弾は。ここに用意してある。聞きましたか。すぐに警察に連絡だ。了解です。このままだと乗客が全員死んでしまいます。
すみません。でもこれでバスを足止めできました。なんだあの車。おい、あいつら撃ち殺してまうか。ダメだ、それは計画に入っていない。はぁ、てめえ俺に命令したな。リーダーは俺なのに命令しやがったな。こいつも俺をコケにしやがって。待ってくれ。え？お前も文句あるのか。ここでのリーダーは君だ。俺たちは君の命令に従う。それでいいな。分かった。分かればいい。分かればいいんだ。そうと決まれば。曲なんて俺が吹っ飛ばしてやる。俺は復讐だ。無神経でデタラメなマスコミへの復讐だ。おい、このまま玄関に突っ込む。やめて。離せ。くそ、邪魔するな。やらせるかよ。私感じています。何を？スクープの匂いです。おい、取材しないのか。お前スクープが欲しいんだろ。この現場はすでに他の皆さんが取材を始めてます。スクープにはなりません。じゃあどうするんだ。予定通り緑ヶ丘高校を取材します。緑ヶ丘高校、ドクロたちの秘密を暴きます。そりゃ確かにスクープだな。
ロリストじゃないの。君こそテロリストの仲間じゃなかった。何のマネだ。私と一緒に来ても死んでた方が良かった。ねえ、キスしてもいい？今日の20時でこの世界は消える。働く？無理。それ絶対に無理。罠だとしても俺は行く。この取材に私の人生がかかってるんです。